小泉聖三郎8月11日没年不明は、日本の実業家。小泉商店代表社員。大正12年島根県立商業学校卒。鳥取県履物統制組合理事長、同履物工業統制組合理事、道屈ごむ利用製品統制組合理事長、米子商工会議所議員、米子市万能町長内会長等歴任。 万能神社総代、随仙寺団と総代を兼任す。趣味は読書、宗教は全集、住所は米越万能町。昭和9年3月1日、万能町、小泉聖三郎方より、出荷損害5000円。大正11年、最白の視力によると、地下200円以上納入者として、小泉聖三郎、川原人志重の二人が見え、 所得税納入者は十七人。国税営業税納入者として、次の十七人の名が記されている。ハット ABCDEFGHIJKLMNOPQ、新日本人物大観体九百五十八年百四十四ページ。米子自治七十五ページ。ABCDEFGHIJKLMNOPQR。米子商業史八十二ページ。 元加藤正二会長、加藤明の父、ありがとうございます。